実神様、天狗がまた現れぬか、エマは案じておりますよ。エマよ。はい。源一郎がいずれ現れるじゃろう。伏切りのもう一振り、それを使うためにな。アシナを守るためならば、己のすべてを投げ打たれるおつもりでしょう。ああ、我が孫ながら見事な覚悟よ。じゃが、九郎の血を使わせるわけにはいかぬ。刃を震えるのもあと幾度か。その時まで天狗はしまいじゃ。あのお方がいます。赤炉か。仏頂面だが、どこか憎めぬ。あやつは実に面白い。一心様は私が目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうのです。まったく困ったものです。ではま、お主か。それがお主の心配顔か。ジジイはここにいろと、エマがうるさい。行くか。ではな。